さあオリックスですけれども、今回左右の大砲ということで、今年ですね、まあ、不調に陥ってしまった T さんと、まあ、来季ですねオリックスは契約を結ぶということが決まりました。そしてもう一人右の大砲ですね、首位打者の頓宮選手が早々に復帰をしたということで、昨日ですね、これ撮影をしているのが11日の、まあ、夜なんですけども、今日の、まあ、オリックス京セラで行われた練習試合で復帰をしたということで、まあ、不調の T さんベテランですけどね、ここの、まあ、来季への巻き返し、そして首位打者の頓宮、まあ、主力ですか、これ戻ってくる、まあ、CS に向けてですね、この両方左右の大砲が、まあ、オリックスにこう力を貸してくれるのであれば、かなり日本シリーズ進出へ大きく進むんじゃないかなということで、改めて最新状況ですね、この2人の選手についてお話をしていこうかなというふうに思います。でまずね、頓宮選手ということで9月の13日に、まあ、離脱をしまして、以降はねスタメンから外れて、まあ、試合にも出ないということで、結果的には逃げ切った形で首位打者になりました。113試合で打率が3割7厘ということで、結構歴史的に見る低打率での首位打者だったらしいんですけど、ホームラン16発、何よりも OPS ですよね、862はもうめちゃくちゃ高いです。本当に球界というかリーグを代表するスラッガー大砲に今なってくれたなということなんですけど、まあね、頓宮選手離脱してましたから、いつ戻ってくるのかとか、 CS ちょっとファイナルに間に合わせてみたいなこと言ってましたけど、まあ、僕も含めてね結構心配してる人が多かったんじゃないかなというふうに思います。というのも、まあ、頓宮選手ね戻ってきてほしいなっていうやっぱ思いがすごくありまして、ファーストの穴ですよね、離脱してからスタメンで使われてる選手っていうのがこの4人だったんですけど、一番多いのがマーゴで、そしてケータ、T さん、セデーニョなんですけど、まあ、これからね T さんお話しますけども、やっぱなかなかにちょっとやっぱ今年も成績としては厳しかったですし、セデーニョもね守備的にはっていうことで、やっぱケータかゴンザレスなんですけど、マーゴに関してはセカンドサードも守れますから、本来であれば別のポジションでね、特に内野手うまい選手ですから、まあ、セカンドとかで使いたいっていうのが本音のところだと思うんですよ。ってなってきたらね、やっぱケータになるんですけど、ここに関しては本当周平がなんとかね食らいついてくれたおかげで、ファーストケータ、センター周平っていう布陣を組めたんですが、やっぱりですね、この5番、森選手の後のこのバッターですか、ここがやっぱなかなかに厳しくてですね、まあ見ていてもかなりこう格落ちしてしまうというか、森選手で点が取れなかったらちょっともう厳しいと、そんな試合が結構多かったんですよね。まあなので、ラオウが入ったりとかですね、セデーニョが入ったりとか、まあ、してましたけども、まあ、それでもね、頓宮選手のこの穴を埋めれたかっていうとやっぱそうでもなかったりしますし、結構割合で言うとラオウが森選手の後を打ってた印象だったんですけど、やっぱ頓宮選手の方がいいなっていうのはやっぱ正直な部分だったんじゃないかなというふうに思います。まあそんな中でね、頓宮選手はまあ首位打者を取ったわけですけども、一番その首位打者についてはまあ一番こう縁がないタイトルだと自分自身では思っていたそうなので、まあシンプルに嬉しいですというふうに言ってました。まあ今年ね巨人で引退をしましたけど、松田選手とまあアジア大学ということで、例年ね自主トレをしてますけども、山川選手に教えをこいたりとかですね、今年に関しては森選手にいろいろアドバイスをもらってっていうことで、低打率とか言いながらもね結果を残してるってのはやっぱさすがですから、まあいろんな人の助言があっての首位打者なんだろうなというふうに思うんですけど、そんな頓宮選手がですね今日4週間ぶりに復帰をしたということで、まあ CS 復帰を想定にということで、今日の紅白戦でいきなりしかも吉野部としたそうなんですけど、3球三振で打ち取られたそうですね。で、まあ感想としてはもうエグかったと、とんでもない球があったということだったんですけど、まあ、それでもね、ピッチャーのこう生のボールを見れてよかったっていうふうに言っていて、結構ポジティブには捉えていたそうです。で、頓宮選手ね、打つ方は全然大丈夫っていうことなので、ああ、もうよかったなと、最低でもね、打つ方だけでも、やってくれたら、まあ、オリックスとしてはちょっとこう打線の火力っていうところは、まあ、多少なりともね、補えると思うので、まあ、それだけでもよかったなっていうことでした。まあ、一方でね、守るというよりかは走るところですよね。ここが結構首脳陣としても、まだまだちょっとこう不透明な部分だそうで、今後、まあ、水本ヘッド含め首脳陣もですね、ちょっと考えていかないといけないということで、まあ、監督含めてちょっとご相談をするみたいなことだったので、走れなかったらちょっと正直言えば厳しいですよね。なんぼなんでもね、打てても、やっぱ、内野安打とかもあると思いますし、ゲッツ崩れとかもあると思うんでね、多少やっぱ走らないと、無理で出るとするならば多少無理してでも走ると思うので、そうなってきたらねまたこう怪我が広がってしまうっていう可能性もありますし、ここの部分はねちょっと左足の骨折なんで、まあ何とも言えないですけども、やっぱ足を動かす一番こう部分を走るところだと思うんでね、今後まあ残り数日間ですけど様子を見ていくというような感じだそうです。そしてもう一人左の大砲 T さんですね。 T さんに関しては来年も契約が無事締結されたということでございまして、結構ねファンの方ではちょっと今年どうなのかなとか思ってたんじゃないですかね。まあ引退というか
戦力外通告はちょっとどうなんかなって、今年ね独走してる中でも、まあ、引退をこう宣言したりしなかったので、 T さんとしてはなんかやりたがってるのかなっていうような感じなんですけど、まあ今年がですね20試合で打率が1割7分9厘、そして去年は36試合で打率が1割4分9厘という成績なんですね。で今年は代打起用とかもあったんですけど、やっぱタイプ的にどうしても代打じゃないですよね。やっぱスタメンで、何打席に1本、まあ、打てるかどうかみたいなタイプだと思うので、ただその1本がねすごくチャンスの時だったりとか、まあ、長打だったりするわけなんですけど、去年はかろうじて36試合ながらですねホームラン1発打ってるんですよね。ただ今年に関しては不発ということでございます。2軍の数字見ていっても50試合で打率が2割3分2厘、ホームラン3発ということで、まあ率がねそんなに残ってないっていうのがちょっと苦しいのかなっていうような状態ではあると思うんですけど、結構去就を注目しているファンの方はすごく多かったんじゃないかなっていうふうに思います。で年齢としてもね35歳ですから、ちょっとまあキリがいいっていうふうに思う人もいそうだったので、ちょっとまあ、心配ではあったんですが、まあねちょっとある種功労者すぎて球団の方も、まあ、宣告はできないのかなっていうふうに思いましたし、まあ1球団に1人ぐらいはね自分で進路をこう決めれる選手っていうのはいると思うので、まあ、オリックスで言うと T さんがそれにまあ合致するのかなというふうに思います。2軍見てても去年なんかはもう打率1割切ってるんですよね。試合数はまあ少ないとはいえですね、結構やっぱ厳しかったので、今年もちょっとそこはっていうところでしたけど、改めて、今年不発ということですが、これ T さんのキャリアとしては14年ぶりにホームランが出ないっていうようなことだそうです。逆に言うと14年間ずっとホームラン打っててんなってことで、14年前って当然ですけど2009年ですよね、ここまで遡るわけですけど、2008年7年6年とね、まあルーキーイヤーというのもあって、なかなか一軍で試合に出てすらなかったんですが、まあ台頭しだしたこう2009年からは必ずね、1本以上打ってるということでした。まあ19年にかろうじて1本打っていて、まあ去年も1本というような数字なんですけど、今年はね、まあ久しぶりにちょっとゼロということで、かなり悪い意味でね、まあ、節目になったそんなシーズンだったかなというふうに思うんですが、逆に言うとどうですか、2010年は33本ありますけど、17年の31本とかもそうですし、ここ最近で言うと21年ね優勝した16発、ここはま非常に T さんの存在が大きかったのかなというふうに思うので、まあ、改めてちょっとこう T さんのですね花道みたいなところですか、来年なのか再来年なのかわかんないですけど、そんなになんか遠くもないのかなっていうふうに個人的にはちょっと思っちゃったので、改めて最新状況としてご紹介をさせていただきました。本人としても中島監督の続投が決まったのと合わせてね、来年に必ず巻き返しをさせてくださいということで、契約をして、まあ、オリックスも快諾をしたということなので、もう T さんがやりたい分だけやらすっていうのが割とオリックス球団の考えなのかなというふうに思ってます。ということで今回のお話は左右の大砲ということで、首位打者の頓宮選手が合流をして、そして来年の契約に向けて巻き返すと宣言した通りにですね、今日由伸と練習試合を行ってですね、2アウト1塁2塁からライト前にタイムリー打ったということで、早速存在感を発揮しております。まあ、この2人が、1軍の戦力となってですね CS、に帯同してくれたら日本シリーズ進出、そして日本一と、まあ、大きく近づくんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ今回のテーマについて何か思うことがありましたら、コメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思っております。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回も、オリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタン、ツイッターのフォローなどなどでですねこのチャンネルを盛り上げていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ほんまによろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。